夜間とアイドル。お知らせの方お願いしていいですか？はい、私たちいぎなりトークさん全国絶対に負けないツアーというのを春に行います。なんとこちらは球団がある12カ所になっております。あ、そういうことだもう趣味です。すごいね。そうなんですよ。やっぱその意味をまたね、なるほど、これ全部球団のあると、球団のある箇所の12箇所に回らせていただきます。皆さんぜひ遊びに来てください。じゃあそれぞれのね、場所の甘いものとか見て、そうですね、楽しみ食べてください、はい、ということで最後にやかんくんから元気が出るお茶をプレゼントさせていただいてもらってもいいですか？ジャスミン茶の方も、やった大好きです。あ、本当？一番好きです、お茶。あ、よかった。ほっと一息ついていただいてリアクションいただけますかね。乾杯。ありがとうございます。ハッピーさすが、そこはちゃんとねいただきます。目は違う人なんじゃないかなしいよ、やかんくん。ありがとうございます。やかん、なんかさ、あ、そうだ、ちょっと聞き忘れてた。あれ、それで、菜園がある。農業。あ、そうです、農園。農園、はい、え、それな、なに？あの、仙台駅のショッピングモール、イービンズさんの屋上で、あの、お借りして、あの、自分の安森農園っていう農園を。イービンズの屋上に。あ、そうです。農園作っちゃったの、ついに。そうなんですよ。今はちょっとお休み中なんですけれども、はいはいはい、あの、去年とかは、あの、キュウリとか育ててて、あの、毎年収穫祭っていうのを行ってまして、今年はちょっと不作だったんですけれども。今年何作られた？今年もキュウリを作りましたんですけど、あの、2年連続で同じ作物育たないんですね。土が、はい、土がダメになっちゃうからなんかその対策をちょっとできなかったっていうのが原因で、そうなんです、不作だったんですけど、でも去年とかはもう本当に60本ぐらい取れて、2ヶ月の間くらいに60本取れた。そう、結構植えたね。そうなんですよ。もう自分キュウリ食べれなくなりましたもん。今年はまた何育てらっしゃい、育てれますかね。今年ピーマンやろうかなと思って、ちょっとチャレンジしてみて。何、あれ、あいつはどうやってなるもん。ピーマン、ピーマン、こうじゃないですかね。マジで、でも本当に、あの、農家さんへの感謝の気持ちは誰よりも強いと思う。この2年で本当に、まあ、こんなに大変な思いして、キュウリ一つでも、そう、スーパーに並んでるんだって思ったら、もう本当に涙ってよぎれそうになります。そうだよね、スーパーのキュウリなんてあんな形が綺麗なのって。そうだよね。わかります、わかります。こんな曲がったりするじゃないですか。そうそうそう、本当に感動して。いや、楽しみだな、それじゃあ。安森さんが作る、はい、ピーマン。ピーマン、頑張りたいです。最後に、もう可愛くなのか、ギャルっぽくなのか、まあ、それお任せしますけれども、カメラに向かって一言あると、この番組は終わります。それでは、以上、夜間とギャル森でした。バイバーイ。夜間とアイドル。この番組は、としかずさん、りょうすけさん、けいすけさん、やすもりの男、おしょんごさん、しろうちゃんさんの提供でお送りしました。皆さん、本当にありがとうございました。